使用例料理霊力者のエスプーマを添えたセミエビ。エルブジ2005年の料理作品。エスプーマはスペインカタルーニャの料理店、エルブジの料理長、フェラン・アドリアによって開発された料理。またはその調理法、調理器具のことを言う。アサンカチッソを使い、あらゆる食材をムースのような包丁にすることができる画期的な調理法として注目を浴びている。 なおエスプーマとはスペイン語で泡を意味する。専用の器具に材料を入れ密封し、アサンカ窒素ガスのボンベでガスを封入し、器具全体を振る。ノズルを操作すると、食材が包状になって出てくる。なお、日本ではアサンカ窒素ではなく、二酸化炭素で代用するのが一般的であるが、生クリームなどでの使用においては二酸化炭素独特の。 食感と酸味が加味されるため代用は難しい。日本においては、エルブジで働いていた日本人シェフ、山田力が様々なエスプーマ料理を考案し、各メディアに紹介し広く認知されるようになった。フランスの著名、フィットネスブロガーであるレベッカ・ビュルジェールが使用した際に、爆発し、部品が胸に当たり心臓停止で死亡した。フランスの消費者団体はこれまでも、 缶の接続部品に不具合があると、外れて、高速で飛び出す危険があると長年警告してきた。フッツ消費者雑誌60ミリオンによると、歯が折れたり、耳鳴りが起きた事例が報告されているほか、多発性骨折や失明した例もある。2015年以降の製品は改善されていると、されている。2014年にも、フランスで同様の事故が2件あったが、 いずれも大事には至らなかった。フランス国立消費者協会は同系の泡立て器について注意を促すアナウンスを行い二酸化炭素を使った泡立て器であれば同じ事故が起きる可能性は低いとした。ありがとうございます。